い、じゃあ、早速なんですけど、一回、河合さん、うちのデザイナーの河合さんから、前回のおさらい含めて、ちょっと概要を説明していただいてもいいですか？はい。お願いします。はい、まず、レースを前回2種類選んでいただいたので、それと、あと、ブラジャーのデザインを2種類、考えていただいてたので、それぞれのレースで一型ずつサンプルを作ってみました。で、これが背中にデザインがあるもので、フロントホックになっているものになっています、うん、はい、でもう一つが、また別のレースの方で、後ろ止めのノーマルのデザインになっています。で、まあ、レースどちらか選んでいただいて、デザインも、全然どちらか好きな方を選んでいただいて大丈夫ですし、うん、微修正も可能なので、ご要望いただければと思います。はい。で、ショーツに関しても、総レースのタンガとハイキニっていうことで、はい、デザインイメージということで、タンガとハイキニをサンプルアップしています。はい。で、これも二方とも展開することも可能なので、はい。ご要望いただければと思います。今は総レースで、ちょっと股上浅めのタイプでサンプルを上げています。はい。一旦じゃあブラジャーから、今画面見えてますかね？これ2個並べてるの。はい、見えてます。これ河合さんレースが違うんですよね。そうなんです。ちょっとこうりなちゃんに選んでもらった、なんだろう、ちょっとこう なんて言ってこのなんかインディアンな感じというか、なんか表現があってよくわかんないけど、こういうものとあとちょっとこう大花な、ちょっとトロピカルって言ったらあれなんですけど、なんかまあわかりやすく、はい、その目線合わせのワードで言うと、まあそういうようなレースを、まあ前回現場で選んでいただいて、まあ2種類ちょっと悩んでるっていうので、今回、まあそれぞれサンプルを上げてみましたっていうところですね。で、こっちが前ホック、こっちが後ろフックで、なんかパッと見どうですか？はい。どうぞ。後ろフックの方が前から見たときやっぱ可愛い。なんかシンプルの方がこっちの方がいいなって。なんかパッと見ではすぐにこっちの方がやっぱ好きって思っちゃった、うん。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、後ろフックっていうのでもうちょっと決めましょうかね、そしたら。わあ、嬉しい。で、うん、決めさせてもらって。あ、じゃあ後ろフックはもう決定ということで、レースの印象って、はい、まあ、ちょっと白なんで分かりにくいとは思うんですけど、印象としてどうですかね？なんかすごく好きです。どっちが好きですか？どっちも？いや、私こっちの方がなんかおしゃれな感じするな。後ろフックのもうこのままの方がいい。こっちがもう印象として好みってことですかね、うん、はい、好みです。 OK です。で、パッと見、まあ、ちょっと着用してないんでね、なんか分かりにくいところもある、まあ大いにあると思うんですけど、なんかなんだろう、どっか気になるとかあります？私このはみ出してるっていうか、こう枠から出てるレースの分量とかはすごい可愛いなって思うんですけど。そうなん、うん、すごい思いました私も。ね、可愛いですよね。分量がすごいなんかちょうどいいというか、絶妙な感じですよね。はい。すごく素敵に仕上がってて嬉しい。あ、よかった。いい反応でよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんか現場で聞いてたのが、紐を割とこう細めにしたいっていうところだったんで、紐のニュアンス、まあ白なんでね、ちょっと色ついたらあれですけど、どうですかね。紐もなんかバッチリだと思うんですけど、なんかこれだと痛いとかあるんですかね。なんか少しボリュームのある方が着用すると肩に食い込むことがあるかもしれないです。まあこうあれか、重心でっていうか、こう、
こう引っ張られる。そうです、そうです、ね、今ちょうど5ミリぐらいのストラップを使ってるんですけれども、はいはい、その下着を河合さんたちが作る上で、あんまりこういう紐って使わないんですか、ランジェリーには。でも最近ちょっと使い始めてて、やっぱりあの、はい、通常だと1センチ幅ぐらいのブラジャーのストラップってあるんですけど、それが見えてしまうと、いかにもブラジャーっていう感じがしてしまうので、はい、ブラジャーっぽくないストラップの方がいいっておっしゃるお客様も多くって、細めのストラップを使う場合もあります。なのでもうこれはそういうもんだと思ってやってしまってもいいと思います。おしゃれを追求してもいいかな。じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあちょっとこれの後ろを写しますね。そしたら、まあ、後ろもこんな感じで割とまあプレーンな設計になってるんですけど、はい、どうですか。なんかちょっとデザイン加えたいとかあります。いや、なんかデザインがあるのは、まあ、最初可愛いなって思うんだけど、やっぱ結果このシンプルなものが一番私は使ってしまうんですけど、こっちの方がだから個人的には好きです。いや、いいと思います。いいと思うっていうか、なんだろう、やっぱね、デザインがあるとお洋服すごく選ぶし、うん、いいと思います。はい、多分またね、色で印象もが結構変わると思うんですよね。うん、そうですね。あ、ちなみにこのボリュームがある方のなんかフィッティングとかもしてもらったりするんですかね。なんかこちらでやります。全サイズ確認します。 ありがとうございます、はい、ね、なんか自分がそんなボリュームがないから、そういう人の意見また感じることではないから、それが聞けるのは大事かなと思って、ありがとうございます。はい、あ、一つ確認させていただいてもいいですか。はい、後ろのフックの部分なんですけれど、はい、今 2列になってるんですね。はい、もうちょっと華奢にするのであれば1列にすることもできるんですけど、なんかここもう一つ1段下げたからってそんな差が出るわけでもない。そうですね、そうだったら着心地を取ってあげたいな、そこはって思って。あ、はい、わかりました。じゃあそのまま2列で進めます。じゃあ2列でいきましょう。はい、広い人に着てもらえるように。いや、本当かわいい。このお花っぽくないレース、このうにゃうにゃってこうなってるのが、うん、ちょっとこうりなちゃんのなんかこうムードな感じですごいかわいい。あ、嬉しいです。なんかすごく好きだなって思って、今すごく今から試着するのが楽しみなんですけど。楽しみ。もうものすごいなんか仕込まれてたかのようにスムーズに決まっていくんですけど大丈夫。でもなんかそのレースの幅の具合とかもすごいバッチリぐらい、すごい絶妙でにできててすごいですよね。なんかすごく好きです。あ、よかったです、ありがとうございます。結構ね、大事なポイントなんで、多分もう河合さん知り尽くしてると思います、うん、ごめんなさい、もう一個ブラジャーで確認させていただいてもいいですか。はい、ちょっと色なんですけど、はい、今はレースが白でカップの裏地も白にしてて、はい、これって割と一般的な作り方なんですけれども、はい、時々カップの色をベージュにして、はい、なんかあたかも1枚1枚レース1枚のレース1枚で着てるみたいな、着てるみたいな感じにすることもできるんですけど、はい、で3色やるんでしたっけ河合さん。3色やります。なんでまあもう黒は硬いじゃないですか。で、まあ、白もちょっとニュアンスがね、あれなんですけど、青み系の真っ白か、クリーム系の、ちょっと黄みがかったオフなのか、エクルなのか。3色だったら、じゃあ、白、ちょっと、くすみがかったピンク、黒かな。なんか、エクリューのやつになると、多分、レース感が変わってきますもんね、絶対。そうですね。ちょっとなんかね、なんだろう、
ちょっと方向性が変わりそうですね。なんかまたそうレースの感じが違うから、白黒は絶対欲しくて、であのやっぱくすみピンクは絶妙な、なんかピンクですごくいいのかなって。じゃあピンクをちょっとなんか、まあ、若干こう方向性を変えてというか、なんかくすみって言っても多分本当にいろいろあるじゃないですか。だからそれでちょっとなんだろう、濃淡をつけて一回出してみましょうかね。はい、これどうなんですか。なんか今までそのヌード感のは作ったことありますか。あります。反応とかってどうなんですか。やっぱ普通のやっぱカップの方がやっぱ需要があるのかな。これ難しいな、すごい。あれですよね、おそらくビジュリーでめちゃめちゃスソサダっぽいみたいな色はそこまで選んでなくて、多分グレージュっていうか、こう素肌に近い素肌寄りな色にして、そんなにこうセクシーみたいな感じにな、その色気ムンムンみたいな見え方にならないぐらいを今まではビジュリーはやってるので、なんかこうなんだ、リナちゃんが描いているきっと他社さんのそのガンガンもう肌みたいなっていうものはビジュリーで実績はないと思います。まあ、割とこう上品な、こうなんだろうな、でもあのなんだろう、ビジュリーのこの、この今この一番このブラジャーの形って、こういわゆるこうブラジャーっていう形じゃないっていうか、うんうんうん、ちょっとファッションっぽい、そうだからこそあのヌード感が似合うっていうのもある、あ、なるほど、あるなと思う。そう、なんかあのブラジャーみたいな形のやつにあれだとすごいセクシーになるんだけど、なんかなんて言うんだろうな、なんかまあこのあんまブラジャー、完全にブラジャーみたいな形じゃないので、あのヌード感っていうのもまあ可愛いのがすごいわかるんですけど、うん、やっぱ物撮りとかなんか商品を手に取ったときはやっぱりこっちを選んじゃうのかな。はい。っていうの。まあだからね、その別に売られてるときはね、こうやってお店ではね、うん、販売されてるし、まあ EC だと着用画像見るからあれだけど。でもなんか思ったんですけど、もしそのヌードにするんだったら、ここもレースみたいな、わかります？なんかそういう形だと可愛いのかもしれないけど、なんかこれだったら同じ同色でいいのかもしれない。うん、なんかまあ回り回ってそうなりそうな気もする。ちょっと結果的にって装着しちゃいそうな気もする。ちょっとじゃあ一回、まあその辺の多分色はもう可愛い、うちの可愛いさんが一番こう、もうは、わかり、把握してるので、一回、まあ、こっちで検証しつつ、なんか意外にヌードな感じも可愛いよとかってなったら、ちょっと提案するのはどうですかね。お願いします。検証してみます、一回。はい。はい。じゃあショーツ、まあ、これに合わせるショーツっていうところで、まず、タンガちゃん。はい。まあ、うちのタンガは、あんまりこう、なんだろう。よく皆さんが思い描くような、すごくこう、際どいっていうか、ギリギリっていうよりかは、結構、布の分量は多くて、いいですね、安定する、割と履きやすい、うん、分量なんで、まあ、ぜひ履いてもらいたいんですけど、なんで、なんかこう、ティーだから、ティーっていうか、タンガだからって言って、すごくこう、なんだろう、変にこう、セクシーになりすぎるっていう設計では、うちのビジュリーの商品はそうではないので、そのタンガと、あと、ソーレースかな、うん。通常の。はいはいはい。これを、まあ、なんか、どっちにしますっていう。私、あんまタンガタイプのしかあんま履いてないんですけど、このショーツレースの分量がこう多くて、なんか可愛いの、すごく。なんか私デニムを履くときに、そのなんかパンツのラインがなんか響くのが嫌だなって思って、なんかこのタンガタイプが好きなんですけど、うんうん、なんかこっちのなんかレース縫い目がないから、このお尻の下の、なんかこれだったらデニムとも履け、なんか履いて響かないだろうし、なんかストレスなく履けそうだから、すごくこっちもいいのかなってすごい今思いました。
河合さんあれですか、レースのその分量が多いけど、でもレースって響かないですよね、あんまり。そうですね、縫い目がないので響きにくいです、うん、お尻もなんか綺麗に見えそう、うん、そうですね、なんかやぼったくならないぐらいのレースな分量だとは思うから、うん、まあ、これもあのちょっと帰ってきたら履いてみてください、はい、まあ、ちょっとでも決めたレースは こっちの、はい、りなちゃんが決定したレースの、まあ、ツバで反映されてるのはタンガの方で、はい、今こっちはちょっと候補にあった別のレースだから、うん、一回決めたレースであげますね。ありがとうございます。はい。じゃあ、形も決まりました。なんで、ブラもショーツも形決まりました。レース決まりました。色の方向性出せました。その他に何かあります？確認事項、河合さん。え、大丈夫だと思います。大丈夫。はい。じゃあ、アイテムに関しては、じゃあ、そんな感じで、はい、全部今日聞きたいことは聞けたので。はい。次に進めます。はい、お願いします。じゃあ一旦預かりますね。はい、よろしくお願いします。はい。